お。ゾーンディフェンスだ。おー、左足初めて見た。え、ふみちゃん右利きだよね。そりゃ三浦で認識が甘かったな。おい、ナイキー。うお、危ない。すごい、ゾーンディフェンスです。先週の入れ替わりやす。やばい。うわ。今のはうまかったな。すごい、すごい寄せだった今。ほんと。ひみちゃん慣れてんな。ぞーん。おい。うおい。素晴らしい爪。迷いなく飛び込んでいくわな。ディフェンスラインをぶち破る強力な右のカノン砲が。あれ本当はダメなんですよね。バックパスって。あれは最初の1回目だからいいんじゃない？あ、1回目はいいんですか？うん、まあ、キーパーから始まってないから。あ、2回目はダメだ。いやー、いいプレスだ。厳しくいってる。今日はシーマこれ強いっすよ、これ。うちだって。マイボールの時間なかったもん。おさあ、面白くなってまいりました。この2人は戦い慣れてる感じだね。ママちゃんとフミちゃんは。アマちゃん、ウミちゃんは。わあ、今サナーと面白かったな。あ、ゴール。おお、やばい、やばい。あと2分。あと2分。あと2分。手入るか。ヘリ的な感じ。ごめん。ごめん。死んだボール、死んだボール。その間に詰められちゃって。
やっぱ守備が組織的ですな、うん、やっぱり。あ、オイラーこっち来たかい。え、次とりあえずホームレス出ろ。よしよしよし、それでいい。右45の男、三浦さん、ちゃんと動く。小屋小屋ちゃんと動く。小屋あー、ごめんあれねー、これ、お、はい、やばい、長田くん、おい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 、はい、ナイス、落ち着いてる。このユニフォームに番号入れたね、やっぱり。なんかもう本当にチームみたいになっちゃった。本当だよな。いや、何言ってんすか、もうみんなこのチーム一緒っすか。まあ、しっかりしっかり純正シーマじゃない、うん、そこ俺たちは強調してきた。僕も一応シーマ最近あんまやってないけど。ディレクティビー、ローランドってベンチピアノかなんかのメーカーだよね。スポンサーすげえ。うん。やったやったやった。おお、なんだ。おおい。あ、そっか。お、入った。おお。危ないな。